到着しましたね。到着しました。一応してくれてるんですか。一応撮ってます。あざっす。十何年ぶりの沖縄っすよ。あ、本当ですか。はい。でも今回の沖縄はいつもとちょっと違う感じで。違う。はい。地元の感じもありつつの遊び。楽しいです。よろしくお願いします。はい、まずはどこへ。米軍基地。それでね、天気がピーカンだったら最高だったんですけど。そうですね。曇りなんでちょっと室内で遊べるようなところと、ちょっとだけさっき太陽出たんですよ。あ、そうなんですね。はい。え、これは映っちゃいけないものとか映したいんですよね。あ、全然全然。映っちゃいけない例とか映ってるかもしれないですけどね。いや、もうそれはもう見える人にしか見えないんですよ、ね。この車は今日大丈夫ですか。これはもうちゃんとうちの母親のお守りもつけて。あ、本当だ。除霊済みですね。除霊済み。はい。なかなかないですよね。なんか洗車済みとかありますけど、はい、除霊済みって言われる。除霊済みなんですよ。ガス君のその信じられない話はもっと聞きたいってめっちゃ多いんですよ。ドライブがてら今、はい、一発なんか話せるネタなんかないですか。怖い話でもいいですし、信じられない話でもいいですし、はい、何でもいいですよ。まあ、沖縄にまつわるお話として。ああ、ぜひ。今沖縄でねドライブしますから、はい、せっかく沖縄なんで、はい、沖縄って走ってて東京とか県外だとなかなか見ないものってあちらこちらに意外とあるんですよ。ああ、そうなんですか。今のところ見てもなんかあんまり変わりは見えないですけど。そうですよね、はい、あんまりこう何が違うんだろうみたいな感じになると思うんですけど。そうですね。ファミリーマートとかも普通にありますし、はい、こういう建物の角とかに注目して、うん、まあ、民家がほとんどなんですけど、はい、漢字が書かれてる石がボンって置かれてるんですよ。はい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 、はい、石岩島っていう石なんですけど。石岩島。あんま下見て歩かないんでみんな気づかないと思うんですけど、うん、これ何の意味で置かれてるかって。うん、知りたい。魔物よけなんですよ。え、魔物よけ。はい。当たり前に沖縄の人たちっていうのは家の中に魔物が入ってきてしまうから結界を張らなきゃいけないっていうので、はいはい、普通に新しいお家も古いお家も石岩島っていうもので魔物よけ、うん、シーサーあるじゃないですか。はいはい。シーサーは正面から来るものを拒むんですけど、うん、口を開けてる方が幸せを取り込んで、閉じてる方が幸せを離さないっていう、はいはい、なるほど、意味合いでもあったりとかするんですけど、はいはいはい、石岩島は本当に家の正面じゃない、うん、見えないところから入ってくるものを防ぐための魔物よけとしてあるんで、もし沖縄に遊びに来る機会があったら、うんうん、ぜひぜひ視聴者の皆さんも石岩島を探してみてもらえたら。関東今住んでますけど見ることないですね、はい、そうですよね。魔物が入ってくるっていうのはどういう魔物なんですか。そういわゆる妖怪みたいなものなんですか。沖縄で言われてるその魔物ってマジムンっていうんですけど。マジムン。はい。マジムンっていう悪霊とかではなくて、うん、悪さをするのは妖怪に近いものなんですよね。妖怪、うん、はい、精霊みたいな感じでも言われたりするんですけど、はいはいはい、お弁当一つにしても三っていうお守りみたいなのをつけておかないと真面目に触るとその弁当が腐れてしまうとか。あ、お弁当一つも、はい、へえ。他にもいろいろあるんです。お弁当に宿るそういう魔物もいたり、はい、まあ、普通にその魔物に触られると自分の体に入れるものだったりとか。あ、なるほどね、はい、飲み物だったり食べ物だったり自分の家の玄関だったりとか、そういうものを守るときにこのお守りの結ばれてるやつあるじゃないですか、はいはいはい、これが三って言うんですけど、こういうので押さえてあげたりとかっていうのが普通にあるんですよ、うん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 、で、それはその魔物が悪さをするために家の中に入ってくる、来ようとするのを防ぐための石岩島っていう。なるほど、興味深いですね。それはで沖縄のローカルヒーローで、うん、龍神マブヤっていうんです。龍神マブヤ。驚くと、うん、うわびっくりしたって終わるじゃないですか普通、うんうん、沖縄の人はうわびっくりしたマブヤマブヤウーティクーよって言うんですよ。マブヤマブヤウーティクーよ、マブヤマブヤウーティクーよって言うんですよ。簡単に言うと、まあ、魂のかけらみたいなものをびっくりすると落としてしまうって信じてるんですよ、ね、ああああ、沖縄の人たちは、うんうん、なので落としてしまった魂のかけらたちを戻っておいでって声をかけて自分の魂を元に戻す。なるほど。っていう儀式が当たり前にあったりとか、うんうんうん、沖縄の人にちょっと興味持ってもらうとより沖縄を楽しめると。なるほどね、はい、一つ一つ意味があるんだ。そうなんですよ。県外の方から見たらそんなわけねえだろうみたいなことが根強いんで、うん、多分ちょっともう見てたら笑えるぐらいくしゃみしてびっくりするじゃないですか、はいはい、びっくりしたのに対して他の人がまぶやまぶやうーてくうよってやるんで、うん、一連の流れで見た時に忙しそうなんですよ、うん、なるほど。ビッグション、うわびっくりした、まぶやまぶやうーてくうよってたくさんのコースがありますね。急になんかもうお互いにやりだしてみたいな今回
日数が決められてるじゃないですか。そう、2泊3日しかないんですよね。はい、まあ時間がないんで、うん、本当はちょっとやりたかったことがもう一個あったんですよ、うん、はいはい。沖縄に7つ、うん、いろんなところに散らばった自由の女神があるんですよ。まず自由の女神って、はい、まあ、ニューヨークにあるものですね。そうです、まあ、それ送ったのが、まあ、イギリスなんで、そこにももう一個あるのは分かってるんですよ、はい、お台場にもあるじゃないですか。ああ、確かにあるある。あれよりもスケールがだいぶ小さい自由の女神が、はい、沖縄の都市伝説なんですけど、はいはい、58号線っていう通りがあって、うん、そこの通り沿いにあるのは知ってたんですよ、うんうん、これ7つあるらしいよ。で、沖縄の人たちみんな楽しみながら探して、ある建物の屋上に横たわった状態で置かれてたりとか。何それ何それ何それ、自由がすぎるやん。いや、ケンタッキーフライドチキンのカーネルおじさんぐらいのサイズなんですけど。いや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 、普通に人間サイズなんですか。人間サイズの自由の女神が7個あるらしいっていうのを聞いたんで、それを7個集めるとか、うんうん、面白いかなと思ったんですけど、ね、何そのドラゴンボールみたいな感覚めちゃくちゃ時間かかるっぽいんですよ。端から端まで探し回らんといけんって聞いたんで。去年熊本行ったんですよね、はい、熊本にも今ワンピースの麦わらの一味のね銅像が立ってるんです、はいはい、それを全部回ってるんですよ。今10箇所あるんで、はい、それだけでも海の方にジンベイっていうね、山の方にはニコロビンっていう考古学者の女の子のキャラがいて、1日で回るのめちゃくちゃ大変なんですよ。そうですよね、端と端みたいな。そう、ただ沖縄に自由の女神って何のゆかりもなさそうやし。そうなんですよ、7つ同じものがあるわけじゃないですか。意味わかんない1日ですよね、本当に。しかもあの放置されすぎて、うん、苔とかついて掃除してあげて、ほんまに。お、本当にあった、おー、自由の女神だ。いや、言っても特盛りザウルスのチャンネルも順調ですからね。信じられない話からもう、はい、ポンポンですね。毎日人数が増えてって。出た回はありましたか？めちゃくちゃありましたね。いや、嬉しいですね、そう言っていただけたら。やっぱなんかこう自分が見てた企画に自分が出てるのは、はい、出れたんだっていう感覚はやっぱ強いですから、うんうんうん、夢みたいでしたね。いやー、嬉しいです。信じられない話出ていただきましたけど、番組に出てみて どうです?なんか感想というか。最初めちゃくちゃ緊張で、はいはい、うまく喋れるかなとか、お会いする方もほぼ初めましてだったんですよ。そうですよ、ね、サムさんも。オカルトの怪談の芸人のコラボが多かったんですよ、僕自身が。あー、確かにそのイメージはめっちゃありますね。ロッキーさん、トーヤさんだけでも緊張するのに、他知らないっていうのがもうより緊張感あったんですけど、楽屋でみんながもう優しくて、みんないい人ですよね、本当に。矢野くんなんて終わった後 LINE 交換しましょうって急に言われて、ノンラビでも階段喋ってくださいよって言われて、うん、次の日に LINE 来て、はい、飯いつ行きます？いいっすよね。4月あたりどうですかみたいな話をしたら、いいですね、じゃあその時ぐらいに合わせて行きましょうみたいな話になって、うん、やすさん、なんか聞いた話によると歌うまいらしいっすね、僕もボーカルなんでカラオケ行きましょうよってそんなこと言ってくれるんってなって、結構メジャーアーティストですかね、一応ね。そうなんですよ、出させてもらったのだけでも ありがたいのに、こういうつながりまでできたって、僕は得しかしてないので。いや、それめっちゃ言われて嬉しいですね。本当ですか？そう、やっぱ出演者同士が仲良くなって次につながるってめっちゃ理想じゃないですか。そうですね、僕もそうしたいなって頑張ってお話ししようと思ったけど、はい、皆さんが話しかけてくれたんで、言ってしまったら芸能人と変わんないじゃないですか、正直今、はいはいはい、会えるか会えないかで言ったら会いづらい方たちだったと思ってたんで。なるほど、ぜひ次また出てください。本当にマジで出たいっすよ。まずちょっと今日の予定が全く分かってないんですけど、はい、まずどこに向かってるんですか、これを今。まず最初は、はい、これは沖縄の人でもなかなか入れないですけど、はい、嘉手納基地の中に。嘉手納基地？嘉手納基地、米軍基地ですよね。そうです、そうです。え、嘉手納基地の米軍基地に入るためには、はいはい、中で働かれている米兵さんが、はい、この人たち僕ら知ってますよと、うん、知ってるんで大丈夫です、エスコートしていいですよっていう許可が下りないと入れないんですよ、うん、ですよね、はい、入れるんですか。なので今回は僕の知り合いにお願いして、やばエスコートしてもらえる流れになってるので、米軍基地内にあるレストラン、すごい貴重な体験ですよね。大丈夫ですか、入ったら急になんか人体実験みたいな感じでバッ拘束されて、なんかエリア51みたいな、そんなことはないですよ。ちょっと基地って言ったらそう
そういうイメージがすごいあって。まあまあまあそうですよね。何ですか、あのアブダクションされてなんか連れてかれたりしませんか。全然沖縄の米軍基地の中、ちょっと海外の雰囲気とかあるんですよね。マジっすか。やっぱりその走る道はまあ一応左通行なんで、まあ、日本と変わらないんですけど、はいはい、信号がワイヤーで吊るされてたりとか、海外の交差点みたいな信号があったりとか、いいっすよ。なんか雰囲気全然違うんで、うんうんうん、異国感あるし。なるほど。で、小池さんが泊まるところも北谷町美浜っていうところなんですけど、そこ自体がアメリカ村みたいになってるんですよ。アメリカンビレッジって言って、うん、ディズニーっぽい雰囲気なんですよ。なるほど。そう、ユニバーサルシティのなんかそのアメリカのエリアみたいな感じですね、はい、そういう雰囲気で作られた街のホテルなんで。え、めちゃくちゃいいですね。ホテル自体ももうカラフルですし、はいはい、まあ、そこら辺歩き回るだけでも沖縄の若い子たちがいっぱいこう集う場所なんで。なるほど、映えますね。あそこはめちゃくちゃインスタ投稿したろう。でもいる間は危険じゃないですか。そうですね、今日内緒で来てるんですよ、視聴者の人にも。はい。なんでホテルの本当に部屋の中でちょっと生配信しようかなぐらいで、あ、リアルタイムツイートとかしんとこうと思ってるんですよ。あ、そうっすね。それが今回プライベートな意味合いでも来てるんで、はい、癒されたいなと思って、うん、結構沖縄だとバレてくるまでが多分早いと思います。あ、そうなんすか。あの沖縄の人は全員18歳で免許を取るんですよ。はいはいはい、はい、沖縄の子たちみんな一人一台ずつ車持ってるんで、うわ、そこにいるんだと思ったらもうエンジンつけれるんですよ。すぐバレますから。前にあったんですよ、撮影で来てるグラビアの子か誰かが、はいはい、海をバックに写真パッド撮って、うん、今日は撮影でお昼ぐらいまでここで撮影してこの後島に渡りますみたいなのを10時ぐらいに投稿したら、はいはい、10時半にはその子のファンの男の子たちが砂浜にいっぱい現れだして、すげー、なんでバレたんだっていうちょっと騒ぎになった。すごいですね。沖縄にいる芸能人の方とかは逆に、うんうんうん、あ、何々さんみたいな感じで、本当知り合いみたいな感じで声かけちゃうぐらい危険ですから。危険ですか。危険ですから。沖縄の変わったので言うと、うんうん、クイズにしようかなと思ってたんですよ。お、クイズ。はい。A&W っていう、うんうん、マクドナルドと同じぐらい沖縄ではまあよく浸透しているファーストフード店があるんですよ。ハンバーガー屋さんですか、それ。はい。そこでルートビアっていうのが売られてるんですよ。ルートビア。はい。ルートビアって聞いたことないですか。ないです、ないです。あ、本当ですか。薬草っぽい味がする炭酸飲料なんですよ。シップの味がするとか、シップの味がするとか言うんですけど、沖縄の人結構これを愛してるんですよね。はいはいはい。理由があって、店舗で出されてるルートビア限定にはなっちゃうんですけど、その店舗で飲むっていうのが条件で、どういう理由で愛されてるでしょうっていう。シップの味とかって別に関係ないですよね。まあ、シップの味は、まあ、嫌いな人は嫌いなんですけど。まあ、でも興味ある。飲んでみたい。それでもそれを注文する人が多いんですよ。あ、わかった。さっきの、魔物の話に関連して、はい、その場所で飲むと、なんかオーラみたいなのがついて、魔除けのちょっとモードになる。一週間だけみたいな。あ、なるほど。ドラクエで言うと、聖水みたいに。聖水にかけると、だから自分より弱いモンスターに近づいてこなくなるみたいな。沖縄版の聖水。そうそうそう。違う、はい、なんだろう、まあ、ヒントは、はいはいはい、お店に長居すると役立つっていう、うん、長居する、まあ、みんなでこうおしゃべりが好きなんで沖縄の人って。ああ、なるほどなるほど、はい、リアルみたいなもんで、はい、男女がそれ飲むとすごいいい感じになるみたいな、長く居続けることができるぐらいゆっくり飲めるものなんで、はい、親密になれるみたいなことかな。ゆっくり飲めるって今言ったじゃないですか、うん、ゆっくり飲める、はい、ゆっくり飲まなくていいんですよ。え、正解言っていいですか。どうぞ。ルートビアだけおかわり自由なんですよ。そうだ。しかもグラスが表面から氷がポロポロって落ちるぐらい凍ってるグラスで最初出されるんですよ、うんうん、キンキンに冷えた状態で飲むじゃないですか、うんうん、飲み終わっておかわりって言ったら全く同じ状態で出てくるんですよ。じゃあずっと冷たいってこと。ずっとです。シップやん。本当だ。お金を取ってまず提供いただくものですよね、はい、そうですそうです。なのにおかわり自由なんですか。おかわり自由なんですよ。え、ルートビアだけはおかわり自由なんですよ。え、なんでなんですか。だって東京とかだったら水おかわりするにも金取ってくるレストランありますよ。まあ確かに。なんでユンタクって言って、ユンタクおしゃべりするって意味なんですけど、はいはい、うん、ユンタクハンタクっていう言葉があって、うん、
テーマパークがあるかって言ったらないし、はいはいはい、遊ぶ場所って言ったら海とか、うんうんうん、まあ、自然になっちゃうんですよ。なるほど、うん、ってなると、うん、みんな遊びの限界を迎えた時に何するかって、うん、ドライブしながらおしゃべりなんですよ。なるほどね。ってなるとお店に行ってもうずっとダラダラ喋り続けれる時に何が必要かというとやっぱ飲み物、うん、なるほどね。ルートビアがおかわり自由なんで、売り上げこそ上がらないものの人はパンパンなんですよね。すごいですね。みんなおかわり、一生立ち読みしてる本屋みたいなもんでしょ。いやそうそうそう、それお店はでもそれでいいんですか。ルートビアを押してるからなのか、空港の店舗ってちょっと普通の店舗と違う時あるじゃないですか。もちろん値段が違ったりとか。そうですよね。空港の店舗ですらおかわりできるんですよ。今の那覇空港、そう、那覇空港にある A&W でもおかわりできる。え、そうなんだ。そうなんですよ。え、めちゃくちゃ気前いいっすね、那覇。いや本当にすげえ、沖縄人すごいな。だからルートビア飲んで美味しいと思ったら、うん、店舗で飲む方がおすすめ。マジっすか。で、沖縄の人にルートビアをレギュラーサイズで頼むと笑われます。おかわり自由なのになんで S サイズ頼まないのって。サイズ違いがあるのがまずびっくりなんですけど。おかわり自由なのにあるんですよ。意味が分かんないっすよね。A&W もう一個不思議なことがあって、うん、何があるんですか。ハンバーガー売られてるんで、うんうん、サイドにやっぱついてくるのといえばポテト。ポテトですよね、うん、ただ A&W で売られてるポテトって、うん、スーパーフライっていう名前なんですよ。愛を込めて花束みたいな。あ、じゃないです、愛を込めて花束を渡さない方のスーパーフライなんですよ。あ、ほんますか。はい、あれが出た時沖縄の人たちは、はい、A&W やしって突っ込んでましたから。僕らからしたら A&W の方が先なんで。あ、なるほどなるほど、はいはい、スーパーフライって言うんですか。スーパーフライっていう名前なんですよ。フライドポテトでいいじゃないですか。なんでかっていうのを追求すると、うん、ポテトじゃないからって言われたんですよ。普通はだってジャガイモとかポテト、そうポテトですよね、はい、ポテトじゃないですか、うんうん、スーパーフライ食べると、うん、外サクサクで中ホックホックなんですよ。皮がついてるっていう感じもないんですよ。これちょっとめっちゃ気になってきた。そう、 A&W 結構面白いんですよ。多分すぐこの後 A&W のインサート入ってますわ。もう我慢できないから。噂の、そうです、ルートビアです。コーラみたいな色してる。そうなんですよね、見た感じはそうなんですけど、はいはいはい、結構苦手な人も多いんで。まず匂いと、はい、もう匂いが湿布なのよな。ほんまに嘘やんって思ってたよ、はい、湿布って料理で例えて湿布舐めたことないっすよ。飲んでみます。あ、ちょっと味の感想欲しいですね。湿布だ、湿布。連座とかに効きそうな味してる。え、嘘。うん、これ湿布やん。沖縄の人美味しいって思って飲んでるんですよ。俺好き。え、好きなんですか。そうで、さっきも実はね、あのレジで飲まれたことあります、すごい心配そうに聞かれたんで。あ、聞かれてましたよね。ないです。でもなんとなくその好き嫌いが出てたら聞いても、あ、よかったですなら、ちょっと薬草が入ってるからちょっと苦かったり、それって合わない味がするんですよ、うん、そんな説明はまず飲食店受けたことないから新鮮すぎて、まあ、心配なんですよ沖縄の人たちは。おかわり自由なんでしょ。そうなんです、店内限定なんですけど、おかわりは自由なんです。すげえなーと思って、じゃあ安くの頼むのかなーって言ったら、安くこれやん、考えられなくない。いや、僕ルートビア嫌いなんかなと思われた方いたらそこちょっと嫌なんですけど、ここルートビアめちゃくちゃうまいんですけど、オレンジジュースも普通じゃないんですよ。飲んで、あ、飲んでください飲んでください。うまい、うまいですよね。オレンジの甘さが二重構造ぐらいになってるんですよ。そうなんですよ、めちゃくちゃ甘いんですけど、薄すぎず濃すぎずみたいな、うん、ちょうどいいバランスなんで、めっちゃ飲みやすいし、バーガーと一緒に食ったらめっちゃうまいの。あ、そうなんですよ、沖縄の人めっちゃ汗かくんで、これぐらい甘いのがもうめっちゃそうそう、うまいんですよね。ちゃんとみかんの甘さで成り立ってる感もあるんですよ、うん。最近のそのファストフードってさ、プラスチックとか紙のこういうパックとか、はいはい、ジョッキでジュース食うのも嬉しいんだよ。カチンカチンのでっかいジョッキでしょ。重たいですよね、しかもこれめっちゃシップ。これ口スースーするのはなんかフリスクとかミンティア食べた後みたいな後味があって、はい、飲んでる時はシップを口の中にって押し込まれてる。ごめんなさい、今のところ全然美味しくなさそうなんですけど。バーガーも楽しみだな。そうですね、今からバーガー来ますから、はい。ちょっと待って、すごい丁寧な作り方。これ真ん中チーズ？チーズです。すげーうまそう。これが一番のおすすめのバーガー。一番おすすめで一番高さがあるやつですね。すごいな。そんな勢いいる？バーガー食べるの。うまい。うまいですか？うまい。全部がうまいよね。オニオンリングとかが、うんうん、バーガーの中とかに入っちゃってるんで、いろんな食感もあるね、一口の中に、はい。
で、いろんな味もあるんだよ。チーズの味、ローストビーフの味、はい、パティの味、はい、全部喧嘩せずにちゃんといるんだよ。あ、本当っすか。個性のある生徒を持ちました。はい、うわ、どういう例えですか。たまにちょっとよくわかんないボケもします。食べたことないですよ、それ。これポテトも美味しいと思うんですけど、スーパーフライ。あ、これですね。これです。ストレートのスーパーフライ。はい、食べちゃってください。つまり芋じゃないですね。一旦もう食べてもらったら。じゃあ愛を込めて頼んだ。はい。愛を込めて。芋じゃねえ。芋じゃないですよね。何これ。これうまいんですよ。うわ。こっちが？これはカーリーフライって同じやつなんですけど、味付けがされてて曲がってるからカーリーですね。ああ。はい。うん、うまい。そう、これもうまいんですよ。東京の沖縄料理屋さんでカーリーフライありますってところはマジおすすめです。東京で食べれなくて一番恋しくなってるのは意外とカーリーフライなんで。東京でも探し出してきたな。いや本当に沖縄のカーリーフライ置いてるお店たまにあるんで。スーパーフライもうまい。スーパーフライ味付けなしで食べてもいいし、ケチャップにめちゃくちゃ合うのもすごいおすすめですし、うん、じゃあそこで食べよう。はい。